はい、さい、今回はうるま市の車でね行ける、まあ、橋がかかった離島の一つの浜比嘉島にやってきています。でね、今向かっている場所はところどころにね看板があってね見えてると思うのですが、塩工房さんのね敷地の奥から行ける高江ビーチにね行こうと思うのですが、まあねちょっと前に撮影した場所なんで、塩工房のね塩見学とか以前もやった動画があるので、そちらでまたね興味ある人は見てください。シーサーが可愛いね。よし、まあ、関連動画に URL 貼っとくので、興味ある方はねそちらから飛んでみてください。で、ここから海岸にね行けちゃうんですがね、まあねもう4時前なんで、ちょっとね夕方夕日っぽい感じでね黄色い海が見えると思うんですが、あーそれでも綺麗ですね。あ、泳いでますよ。観光客なのかな、この時期に泳ぐって。11月もね中旬ですが、沖縄はまだ普通にね水遊びか泳ぐというか泳いでる人もいますね。よし、あ、やっぱ太陽がね結構もう傾いてるんで、太陽のね正面はチラチラしてますね。誰かが岩に石をね並べています。あ、こちら軽石少ないですね。軽石本当にね軽いんですよ。ボロボロ崩れたりしますね。ねえ、海岸によっては結構漂着がひどい海岸もあったりするんですが、浜比嘉島の高江ビーチ、こちらはそこまでね波打ち際にいっぱい流れ込んでる感じもね見えないし、ちょっとね満潮の時の波打ち際かな、一番岸に近いね波打ち際の方だけが若干コロコロ転がってるぐらいで、そんな被害がないんでね良かったです。綺麗な海だって、モアイ像みたいなね岩もいいですね。綺麗だな、寒くなかったのかな。最高ですね。人が少ない海っていいですよね。まあ、ちなみにねこちらアダンですよ。全部アダンでね、山とアダンのね森に囲まれた穴場な、本当に見る人ぞ知るって感じですよね、こちらの海岸。あ、満潮なんで反対側まで行けないか。よくね僕向こうまで行ったりするんですが、今日はもしかしたら初めての満潮だね。ここいつもね歩けて行けたりするんですが、まあ、今日は時間的にね満潮時間に訪れちゃったんで左側の海岸は行けないんですが、まあ最高ですね。綺麗ですよね。これがね真夏の晴れた日はねもっと鮮やかな沖縄ブルーでね、それにしても軽石、まあ、少ないって言ってもなかなかの量ですよね。でも本当北部とかねひどいところでは本当に船を出せないぐらい
すんごい軽石でね敷き詰められた港とかね、河口、川のね、川と海の境目あたりがね、すんごい軽石で埋め尽くされてる場所とかあるんだよね。まだまだ全然綺麗です。よかったな、本当に。気温的にも今日、まあ一日曇ったりもしたんですが、比較的ね、青空とか午後になってからは雲もね出なかったので、まあ22、23度ぐらいはあったのかな。なのでね、こうやって撮影、まあ今日5箇所ぐらい撮影したんですが、正直暑かったです。で、前回ね、こちらの海岸来た時は真夏、8月ぐらいだったんでね、僕熱中症になってね、ちょっと本当に危険な痙攣まで起こしてやばい状態だったんですが、今回は秋ということでね、何か11月といったら普通はいけないな、これ11月普通は冬の時期ですよね。立冬をちょっと前に迎えたと思うので。でも沖縄はね、まだ20度超える日がねしばらく続いてね、晴れてる昼間だったらまだまだマリンスポーツとかも楽しめたりするのでね、夏をね、今年の夏をまだ楽しめてないよっていうね人たちがねいたら、まあコロナもねだいぶ落ち着いてきた沖縄なんで、この時期の過ごしやすい沖縄の観光をしてもいいかもしれないですね。はい、というわけで、今回は沖縄県のね中部うるま市にある橋で、橋がかかってて車で渡れる離れ島の浜比嘉島っていうところのね塩工房さん、塩工房の敷地から、まあ、敷地から行ける穴場な海岸、高江ビーチからお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね。バイバイ。